さあ続きましてはお手軽プロ技レシピ、赤沼さんよろしくお願いします。はい、お願いします。さて明日はひな祭り、その後は卒業など、3月は何かとお祝い事が多い季節ですよね。お家に人を呼んで食事をなんていう時にもおすすめの料理も今日は教えていただけると。はい、そうですね。今日はスーパーに並び始めました旬の食材、春キャベツを一手間加えた蒸し料理にしてご紹介します。はい、早速完成品をご覧いただきましょう。春キャベツで豚バラ肉、人参、そしてこちらもね、今が旬のわかめなんですけれど、くるっと巻いて蒸していきますよ。ソースはネギソースとフレンチソースの2種類を作ります。 お酒にもねよく合う一品なので、ちょっと楽しみにしててください。いや華やかで美味しそうですけれども、高田さんいかがですか。いや、もう春キャベツ色のやつ着てきましたから、今日それぐらい好きですそういうことだったんですね。気合入ってますね。さて今日は4人分の分量でお作りしていきます。よろしくお願いします。はい、では早速やっていきましょう。はい、はい、材料の今日主役ですね、キャベツ、硬い芯のところは切り取って除いておいてください。はい、はい、そして8枚です。はい、人参は縦に細く切っておきます。2分の1本です。はい、あとは豚バラを用意していただいて、わかめはね、もう茹でてあるものを今日使うんですけれども、塩漬けのものはちゃんと塩抜きしていただいて、生のものは茹でておいてください。わかめは 300g です。はい、それでは、巻く作業をねちょっと見てくださいね。今日はねキャベツは下茹でせずに、このまま生のまま巻いていきます。はい、これが今日のプロ技です。進化していますね。ピーということでね、はい、で間から見える形で、柔らかい春キャベツは生でも簡単にいただけますので、今日は下茹でなしで作業をしていきたいと思います。はい、そうですか。ロールキャベツなんかをするときは一回下茹でした方が巻きやすいんですけれど、今日もう柔らかいですので、栄養価もねこのまま使いたいですので、このままいきたいと思います。はいはい、そうしましたらまずキャベツはちょっとこんな感じで押し広げていただきましたら、豚バラ肉を、きれいに広げて乗せていきたいと思います。 250g です。はい、そうですね、ちょっと1枚ずつね丁寧にやった方が後で見栄えがよろしいと思いますので、こんな感じで、はい、巻いていきますね。はい、はい、そうしましたら、わかめはちょっとこう簡単に広げていただいて、お肉の上に全体的にこうまたね押し広げてください、うん、もう美味しそうないい香りがわかめのね、今わかめ今旬なんですよ。あんまりご存知ない方いらっしゃるかもしれませんけれど、美味しいのありますからね。冬から春にかけてが生わかめの旬ということなんですよね。はい、そうですね。で、今日は彩りを良くするためにこんな感じで人参を真ん中に置きます。はい、そうしましたらね、手前からちょっとギュッと巻いていってください。でもやっぱり柔らかい。そうです、うん、そうなんです。なので柔らかいので作業は大変じゃないと思いますが、はい、そうしましたら巻き終わりを、こんな感じで楊枝を刺して、で、ちょっとね崩れてこないようにこんな風にまとめていただきましょう。はい、今日はねこれを蒸し器で6分蒸していきますが、電子レンジの場合は600ワットで7分蒸していただければ調理ができます。はい、はい、そうしましたら今日はちょっとお時間の都合でですね、こんな感じで、蒸し上がりのものがございますので、はい、綺麗な色になってますね。こんな感じですね。はい、ちょっとほかほかですけれど、こちら蒸し上がった時間通りに蒸し上がったものを、用事を先に取っていただき、はい、はい、それでこれを切り分けていきたいと思います。すごいすごい、わかめのいい香りがさらに増した感じがしますね。そうですね、はい、ちょっとこんな風に食べやすい大きさに切って、それから盛り付けていきたいと思います。もうね熱々をもうほかほかですね。はい、こんな感じでちょっと断面を見せながら、お皿にきれいに盛り付けていきましょう。春らしい見た目です ね。ちょっとやっぱり赤い人参が入るとちょっと美しい感じになりますね。はい、はい、こんな感じですね。はい、そうしましたら次にですね、ネギソース、もう一種類もありますけれど、ちょっとネギソースから先に作っていきましょうかね。はい、はい、こちらはネギみじん切りにしたもの大さじ3です。はい、そこにお醤油大さじ2、酢大さじ1です。はい、それから今日は、ちょっと茶色お砂糖を使ってますけれど、お家にあるお砂糖で結構です。大さじ1です。はい、これを混ぜるだけ。はい、はい、もう何もしなくていいです、ただ混ぜておいてください。
はい、よく混ぜていただいたらこれで1種類は出来上がり、はいはい、もう一ついきますよ。もう一つ、はい、こちらはオリーブオイルですね。大さじ3です。はい、ここにお酢を入れて、同じく大さじ3、はい、それとお塩です。小さじ2分の1です。はい、そして、胡椒も入れますね。胡椒は少々。はい、それで今日はね、ちょっと味にパンチを出すために粒マスタード。ああ、なるほど。大さじ1です、はい、そうです。これはね、よく混ぜてください。はい、こちらで混ぜるだけで、よく混ぜていただければ完成ですが、これはちょっとよく混ぜてほしいですね。はい、はい、こんな感じですね。で、こちらで今日は2種類のソースが揃いましたので、これで完成です。豚肉とわかめの春キャベツロールの完成です。とても春らしい華やかな見た目になりました。そして春キャベツの甘さ、さらにはわかめのいい香りもあります。2種類のソースでということでね、高戸さんのお手元に届きましたので、ぜひそれぞれのソースかけてお召し上がりください。はい、じゃあネギソースからね、はい、かけていきますね。よいしょ。あ、すごくいい香りする。わかめのいい香りしますね。いただきます。ね、おいしい、うん、もう甘みが、もう春キャベツの甘みがすごいですし、うん、わかめの食感、あと豚肉のやっぱりその脂がしっかり出てるのがすごくマッチして美味しいですね。あ、よかったです。じゃあ次はちょっと、はい、何ソースでしたっけ。フレンチソース。フレンチソース、フレンチソースですね。いただきます。ネギソースとフレンチソース、うんうん、ネギソースとはちょっと変わって、やっぱちょっとマスタードの辛さ、ピリッとした辛さが、これが癖になるな。美味しいです。うん、さあ、ここで材料をおさらいしておきましょうか。まずはこちらキャベツロールの方ですね。豚バラ肉が 250g 薄切りです。人参2分の1本、キャベツが8枚、わかめ 300g、 こちら4人分の材料です。さあ、さらにはソースも見ていきましょう。同じく4人分で、ネギソースが、ネギが大さじ3みじん切り、醤油が大さじ2、酢と砂糖を大さじ1です。フレンチソースの方ですけれども、オリーブオイルと酢が大さじ3、粒マスタード大さじ1、塩が小さじ2分の1、胡椒少々となっております。さて、今日は春キャベツで豚バラ肉とね、わかめということでしたが、はい、他にどういう材料あってきそうでしょうか。はい、そうですね、もう少し華やかにということであれば、中にエビを巻いていただいたり、あ、いいですね、あのニラなんかも美味しいと思いますので、ニラ、はい、ニラ、ぜひ巻いて、もっと豪華にっていう風にしていただいてもいいと思います。 ありがとうございます、ぜひやってみたいと思います。はい、さて、今日ご紹介しましたレシピと動画は、放送終了後番組のホームページで公開いたします。お祝い事が増えるこれからの季節にぜひ作ってみてください。赤沼さん、ありがとうございました。ありがとうございます。次回もよろしくお願いします。はい、お願いします。